着。はい、こちらインタビューブースです。たった今終了しました男子 200m において見事優勝しました北陸高校の山口雅人くんに来ていただいてます。おめでとうございます。ありがとうございます。今のレース振り返ってみてどうでしたか？今回の決勝は前半意識して初めから出していこうと思ったのでスピードをそれがしっかり出せてよかったです。はい、冬季練習いろいろ辛い練習もあったと思いますが、こういうレースを終えてみて何か手応えがあったら教えてください。後半の走りがバテなくなって前に進めるようになりました。はい、次は総体ということで何か目標があれば教えてください。次も200で優勝になって北信越で6番以内に入ってインターハイに行きたいです。はい、応援してます。ありがとうございました。ありがとうございました。